高松琴平電気鉄道20系電車は、高松琴平電気鉄道の電車である。この形式は3度にわたって使われており、本校に記す下記の車両が存在した。初代2代3代長尾線の前身である、高松電気軌道が1912年と翌年に旧、両心臓した四輪単車の1型で、1943年の、 高松琴平電気鉄道発足に伴い2 0系2 1から29に改版した。1945年、長尾線の改め機に伴い、本形式も国鉄多津工場で標準機に改め機され、市土線や市内線でも使用されるようになったが、同年7月4日の高松空襲により4両を消失し、残り5両も小型車ゆえに、戦後の早い時期に廃車された。 この廃車体は一部が、四戸線、長尾線の駅で、待合室に使われていたが、現存するものはない。元京浜急行電鉄の出ハ113で、1924年京浜電気鉄道自社、川崎工場製、1952年に入線した。元々は、京浜電気鉄道で13であるが、この車両は1906年製の京浜電気鉄道。 一系の車体心臓車である。窓配置は C5D4.44.4D で、客用扉は外吊り、窓は一段下公式で、その上に、明かり窓があった。後に中央にも外吊りの客用扉を設けている。1942年の東京急行電鉄への合併に際始でハ五1 1十3に、開板、1948年の 京浜急行電鉄独立時に出破113となった。ことで入線後も車体に手が加えられることは一切なかった。1962年に2 0系の登場に伴い、60型に編入して66となった。その後、指導線の昇圧で余剰となり、木造のまま1968年に廃車された。2224プラス23プラス2223。22 急標準色となった、現在の23、現在の23の運転台2011年5月1925年、川崎造船所制で、近畿日本鉄道南大阪線の前身である、大阪鉄道が新造した、デロ20系のうちの4両である。近鉄の前身である関西急行鉄道に、合併された時にも5621型に、改版された。 1961年に譲り受けし、翌1962年に使用開始した。両運転台の制御電動客車21から24の4両からなるが、2006年9月に21、22、24が廃車され、23のみが在籍する。ことへの入線にあたり、機関が異なるため台車が、しぎえこま電鉄から譲り受けした、中古品に交換された。 車体は14メートル級の半高性で、窓配置は F3-1D2、2-2D2.2-2D1 である。前面は5枚窓の丸妻から3枚窓の平妻の貫通型に改造された。この時点で22と24は側窓上に半円形の飾り窓の跡が残っていた。客用扉間にのみ、ウィンドウシルがある。パンタグラフは長尾。 琴平川にある。車内は23と24の内装がニス塗り、また23は、車内の側扉脇に彫刻を施された飾り柱が残っている。この後24の飾り窓跡は撤去され、1976年には老朽化が激しかった23の車体が更新された。23の車番が製造当初の切り抜き文字ではなく、ペンキ書きなのはこのためである。 1988年から1991年にかけて21.2224も車体更新を受けている。この時に22に残っていた飾り窓の跡が撤去された。また乗務員室の窓形状が上段 H ゴム指示の2段上昇窓から1段加工窓に変更されている。ウィンドウシルも段付きから平板となった。譲り受けした当初は シ度線での使用を想定して20型となったものの、主電動機出力が高かったことから、琴平線で使用されることになった。シ度線には20系の代わりに3000型が転属した。制御車の8000系、950系等と編成を組むことが多かった。1975年から1983年にかけてシ度線と琴平線の転属を繰り返した。この頃、 老朽化のために廃車候補になっていたが、シド線で引き続き使用されることになった。シド線、長尾線では20系同士の重連で使用されることが多かった。1994年のシド線分断後は、同線の専属となり、主にラッシュ時の増結運用に充当されるようになった。2006年9月に、長尾線所属の600型が800番台に改造の上増結用として、 死導船に転属し、代替として21.2224が廃車となり、23は死導船全車冷房化後も、胴体保存予定車となることが決定した。当初は21が、この保存車両として予定されていたが、ニス塗りや飾り柱などの内装が、より多く、原型を残す23を保存する要望が高かった、ため、23に変更された経緯がある。 23は2007年8月、600系及び700系の指導線転属に伴い、長尾線に転属した後、琴平線などで1000系、3000系、5000型と同じようにレトロ電車などの運用についている。他のレトロ電車と同じように、茶色とクリーム色の塗装で運用されていたが、定期検査が終わった2015年春に、 ファンタンゴレッドとオパールホワイトの旧塗装に変更された。この塗色は23が製造後90周年を迎えることを記念して定期検査に先立って2014年夏にホームページ上で行われた投票により決定された。ことでの営業車両でこの塗装の車両が走るのは2007年に5000系500の塗装が旧塗装から現行塗装に変更されて以来である。 現在は正面向かって、左側にサボをつけているが向かって、右側につけられている時代もあった。なお、2018年現在の台車と、主電動機は1000型が、申請当時に入っていた記者会社ボールドウィン78、ケートアルゲマイネ車製アセルマイナス 323B の組み合わせである。23は2020年のゴールデンウィークの引退イベントにて、 引退することが2019年ゴールデンウィークの特別運行で発表され、申し出がない限り廃車後解体される予定であることも発表されたが、新型コロナウイルス感染症による影響により、イベント開催が中止となり、2020年9月シルバーウィークのイベントで引退となった。引退後は、高松市の NPO 法人に譲渡され、お変動向けなどへの休憩施設として活用される。 なお、近鉄からの他社へ移籍した車両は、例が少なく、他には、大井川鉄道に移籍した1万6000系が、現存するのみである。ありがとうございます。